皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はスワンナプーム国際空港にいて、本日はね、こちらエアフランスの、ラウンジ紹介させていただきたいと思います。こちらのラウンジはですね、プライオリティパスで入れるラウンジとなっておりますので、2時間か3時間入れると思います。そちらもね、ちょっと入り口で確認して、シェアできたらなと思っております。それでは行ってみましょう。それではね、ラウンジの方を出ました。今回は、エアフランスのラウンジを紹介させていただきました。この辺ね、エアフランス KLM スカイチームということで、こちらね、航空会社のラウンジとなっておりますので、やはりね、サービスはすごいしっかりした感じとなっております。で、食事、シャワー、アルコール全てありますし、シャワーはね、受付で言うと利用できるという感じですね。で、こちらプライオリティパスでも利用できまして、私はね、プライオリティパスで入ったんですけども、4時間利用できるということなんで、もしね、このスワンナプーム国際空港来る機会があれば、ぜひ利用してみてください。今回の動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、もしチェックとフォローしていただければ幸いです。今回はね、エアフランスのプライオリティパスで入れるラウンジ紹介させていただきました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。